どうも、ビーレジェンド鍵谷です。はい、ビーレジェンド上野です。というお二人のちょっとこの相変わらずギクシャクコンビでやっていきたいと思います。なんか入りが、なんかオープニングいつもなんかスッといかないよね。入りがちょっとまだ緊張してんの。なんなんですかね、こう一気にこうブランコの高いとこ行けないって。さっきまでね、あのこれね、回す前は結構ね、なんかいやそれでさ、あれでさ、これでさって結構普通のこのテンションだね。いきなり始まったら、はいどうもってやってるから、そこのテンションのね、この階段のね、2ステップアップにこうついてこれない、ね、そこはちょっともうタレントとの違いだと思います。もうちょっと学び、社長に学びたいと思います。甘いな、まだ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 、まだ、はい、Pレジェンド上野だな、まだまだ。何ですかそれ。わかんない、まだまだ丸いなと思って。丸いな。はい、まあまあ、はい、まあそんな、まあ、上野くんなんですけれども、先日ね、あのアメリカ行ってきたじゃないですか。あ、はいはい、あのオーストラリアの牧場農場行ってきて、実際そのオーストラリアの、まあ、でビーレジェンドのパウダーね、あのホエーのパウダー使われてるのも去年見てきたし、で今年に入って先日あのアメリカも農場行ってきて、そのホエーパウダーのね作られてる工場見学行ってきてもらったわけなんですけれども、ちょっとその話をね聞きたいなと思って。あ、はい、どうでした、アメリカですか。チラッとは聞いたんだけど、なんか詳しく聞いてなかったなと思って、はいはい、いやめちゃめちゃやっぱり勉強にはなりました。どの部分が、オーストラリアとの比較になるんですけど、うんうん、やっぱりオーストラリアよりも規模が大きい。あ、なるほどね。まあ、でもオーストラリアもまあ国土的にはあれだけ大きいじゃないですか。そうですね、まあ、国土という、うん、だけどそれでもやっぱりアメリカの方がでかかった。アメリカの方が大きいですね。そのプラントとかの話、それも農場の話、両方ですね。あ、やっぱり工場もでかいし、そう農場もでかい。飼ってる牛のサイズは、サイズ自体は正直あんまり変わらない。それは変わるわけない。ただあのアメリカも昔までは何だろうな、成長ホルモン、あホルモン牛の、ホルモン、そうそうそう、マッチョモーモーちゃんがいっぱいいた時は、いた時は大きかったみたいなんですけど、今はうちの農場はホルモン使ってないもんね。フリーです、うんうん、なんかその地域的に全体にもうホルモンフリーっていうところが、うんうん、そうだね、もうデフォルト化されてるので、うん、そういう牛さんたちはいなかったです、うん、あとはまあ、これもアメリカの中でも地域差があるので何とも言えないんですけど、うん、オーストラリアはほとんどがあの白黒のホルスタイン、あよく言われる、よく言う牛さん、ね、牛、そう、白黒の牛さん、うん、で今回訪問させてもらった、アメリカの酪農家さんのところは、うん、主にジャージー、うん、茶色っぽい、茶色いやつね、そうですそうです、茶色っぽい感じの、うんうんうん、牛さんたちで、うん、がメインでしたね。まあ、それによっての、まあ、ホルスタインかジャージーかで の、うん、そのまあ、牛乳の差はなくはないんですけど、まあ、ホエーの差、あのプロテインになるまで の、 そのパウダーになるところの差っていうのは、まあ、ほとんどそこの2種の間ではないというふうな回答があります、うん、あの牛の違い自体は何なの、なんか品種が違うのは分かるんだけど、はい、あの白黒の牛がまあ俗に言う乳牛のような気がするけど、ね、はい、あの茶色いやつもお乳出るわけですよね。出ます。で、はい、何がそもそも違うの？茶色いジャージーの方が白黒のホルスタインに比べて若干サイズが小さいです。あ、サイズが小さい。はい、あ、はい、なるほど。で、あとは、サイズが違うので一頭あたりから出るそのお乳の量もその、まあ、年単位とかで見るとやっぱりホルスタインの方が若干多くはなると。だけど牛乳の質としては大差ないと。そうです。おー、なるほど。 あとは適してる環境が違ったり、うん、ホルスタインの方が若干その冷涼な、はあはあ、寒いところ、そうですね、はあはあ、どっちの方が得意だというところもあるので、はあはあ、そのジャージを使ってるケースもありますし、うんうん、あ、ジャージの方が上です。ね、寒いところがいけるってこと、逆です。ジャージの方が、暖かい気候の若干暖かくてもいける、うんうん、だからそれゆえ選んでるっていうような背景も あるようですし、で、まあ、見て感じたことだったんですけど、正直アメリカっていうところで、まあ、牛乳、まあ、牛さんの気持ちで言うと、うんうん、なんていうか、そのまあ、牛さんの気持ちは二の次で、うん、もう生産量ありきみたいな、うんうんうん、
もう本当に産業に特化してるのかなと思ったんですけど、うんうんうん、いや行ってみたんですけど思ったよりも牛さんに配慮ができてる酪農家さんだったの。あーなるほどね。まあまあもちろんそういうとこ選んでるからね。まあ、そうですね。あのいや確かにねすごく分ければあのアメリカちょっとあの誤解をちょっと恐れずに言うとアメリカは結構ねもうとにかくお乳絞ってまあホエのパウダーもそうなんですけどたくさん作るっていうところで結構工業的なイメージがあって、うんなんだけれどもその中でも、だいぶね牛に配慮した、まあ、オーストラリアでうちが契約してる農場とかもそうなんですけれども、アメリカでも極力そういう、もう機械的にもう牛舎詰め込みでとにかく お乳をこう絞り取るだけ絞り取ってもうとにかくこう機械のように扱うっていうような農場さんとか会社さんは使わないようにしてるのでだからそういった意味では、まあ、多分イメージしてたよりはだいぶ環境が良かったってこと、うん、そうですね、うん、あとは、これもかなりこれは逆にアメリカだすごいなと思ったのが、うんうん、その糞とかの処理ですね。まあその処理とかってあまりこうどうしてもその牛乳を、うん取るところだけに目が行きがちで、うん、それ以外のところってどうしてもこう目が行き届きにくいところではあるんですけど、うんうん、アメリカはその辺からも、うん、例えばその糞とかを集めて、うんうん、そこからメタンガスを発生させてそれをこう天然ガスとしてエネルギー化してたりとか、うん、あなるほどもうその言ってしまえば持続可能な、うん社会づくりみたいなところはすごくこう考えて酪農家さんは運営をされておりました、うんうんうん、なるほどね。やっぱ規模が大きいからそういうのもできるんだろうね。うん、そうですね。日本の農場でもそういうとこやってるとこあるのかな。私学生時代実習に行ってそういう小規模ではあるんですけど、うんうん、やってるところはありました。あった、うんうん、まだでも正直試験的な段階ではあると思います。でも聞いたことあるけどね、糞尿からメタンガス出るからそれを再利用するっていうのね。そうだからあのエネルギーとしては十分使えるものなんだと思います。でもやっぱりその取れる量、糞尿の取れる量もあるだろうからやっぱりその大きな規模の方がその資源として成り立たせようと、まあ、あるいはプラントを立ち上げるとすれば、うん、やっぱりそれに見合うだけの量が必要だしね。おっしゃる通りですね。まあ、安定供給というか、うん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 、そういうところも含めるとある程度その固まった糞の量がないとな、ね、成立はしないのかなというところですね。まあ、裏を返せばそれだけ莫大な量のお乳を、絞ってそれだけ、たくさんの量のホエイを扱ってるからこそ、まあ、品質もどんどん改良されてるし牛さんの、育てる環境っていうのも日に日により改善されてるから、まあ、上野君がもともとそういう、ね、系の大学行ってて知識あった前提がありながらも思ってたよりも環境良かったってことですね。そうですね、はい、良かった。ちなみにあれね、畜産、なんだっけ、上野君もともとそうです、大学4年間畜産にいました。でそこから別の研究を2年間してたんですけど、うん、でもなので牛さんとか結構好きだったりね、はい、なんかね牛に対するモーモーちゃんに対するリスペクトが強すぎてるのなんかずっと牛さん牛さんって言ってるのそうですね、ずっと言ってますね、うん、僕はモーモーちゃんって呼んでますけどね僕はある意味こうラブリーリスペクトでね、うん、なんか可愛いイメージないですかね。でも多分牛たち見るとなんか触ってる写真とか、あ、これ写真とか出せるのかな、この辺出せるかな、うん、めちゃくちゃでかいでしょあれ。あ、でかいです。あと1トンぐらいあるのかな。なんぼある、1トンもないかな、800キロぐらい、なん、どれぐらい、でもそれぐらいあるよね多分。 あるかもしれないですね。大きいです。怖くないの？まあ正直昔はやっぱり怖くないことはなかったんですけど、その学生時代に最初触った頃とか、そうですね、でかいし、で、まあ、そこで集められてるのが、まあ、メス牛であるっていうところと、うん、まあ、その辺で言うと結構、まあ、大丈夫かな。オス牛とかやっぱ怖いと、気性荒いのはやっぱオス牛、うん、去勢されてないオス牛は怖いっていう話を聞きますし、まあ、それなので、メス牛もやっぱり妊娠したりすると結構気性荒くなったりする。あ、今回その見学させてもらったところは妊娠牛だけが集められている牛舎も見せてもらったんですけど、なんか そこに関して別になんか暴れるようなものはいてはいなかったですね。そう、なんかそうほとんど大丈夫だと思います。たまにごく稀に数年に1回くらいその、まあ、牛に蹴られて骨折したみたいなのもないもんないですけど、全然可愛いです。そうか、あれなんですよ、仲良くなるには
あの牛にまず手の匂い嗅がせるんですよ。ほう。でやってたよね、その写真あったよね。そう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 、なんか牛最初にパッと行くとやっぱ逃げちゃうから手の匂い嗅がせて大丈夫だよっていう風になってから触るっていうのが結構触るポイントです。何者か先に認識させるってこと。でそうです。へえ。なるほど。あとね、工場も結構やっぱり大きくて、ね、まあ、そこのでっかい、あれ何階建てのビルぐらいの大きさある？あれあそこにこうなんていうんですか、あの酪農家さんから搾られた牛乳があそこに貯められていくミルクタンクなんですけども、うんうん、どれくらいありますかね？パッと5階建てぐらい？そうですね。もっとある？15メートルぐらいは少なくともあって、もうちょっと25から20メートルあるのかな、もうちょっとまあまあ5、6階とかそんな感じか。そうですね、うん、かなりです。だいぶでかいよね。そう、まあまあなんかザ・アメリカって感じよね。そうですね、まあ、日本でもね、ああいう工場行くとやっぱりそういうのあるけど、うん、うん、なるほど。でやっぱりこの辺もまあ、作ってる方々、工場で働いてる方々にいろいろお話を聞いてきたんですけど、うんうん、まあそこの工場では、まあ、チーズを作ってると、うんうん、で今回行ったところはモッツァレラチーズを作ってる工場だと、うんうん、でそれの、まあ、副産物としてホエができるっていうような工場さんだったんですけど、うんうん、まあ、モッツァレラチーズの担当者の方も、うん、ホエのパウダーの担当者の方も、うんうん、やっぱりかなりこう品質だったりには自信を持ってる、うんうん、うちは美味しいんだとっていうところはすごく言ってました、うんうん、実際うまいからね。そうですね、うん。でホエーに関しても、やっぱりその辺の品質、やっぱりあの他社ではやっていないような方法で品質を高めたりっていうところもあったので、うんうん、そこに関しては、まあ、聞いてる中では非常に安心できる、うん、あの内容だったなと感じておりますね。まあ、実際原料自体が、まあ、僕ら本当に世界中の原料を、ね、取り寄せてその原末、その何も処理してないものを全部見比べて色とか粉の溶け具合とか、あとはまあ口に入れた時の風味とかパウダーの香りとか飲む時の香りとかいろいろテストするんですけど、まあ、その中でもこの世界の中でこれがいいなっていうのをやっぱりこう上からチョイスしてやっていくわけですよ。でそう考えた時に、まあ、今選んでるのが今のその会社なので、そういうところではまあそのいいだろうなっていうのは予想できるんですけど、でまたそれがね、大体その会社から紹介受けてだけじゃなくて、実際その原料を作られる工程とかをね見に行ってるところってなかなかないと思うんですよ。だからね、まあうち1回2回3回4回、海外の視察も行ってるんですけれども、まあ、なかなかね海外のその酪農家の話聞きにまで行ってる会社ないと思うんですよね。まあそういった意味では、まあちょっとね、まあ、うちもその実際末端の人たちとのやり取りもして、まあ、彼らの、まあ、まさに、まあ、上野君もね、牛さんって言ってるけど、まあ、酪農家の人たちもやっぱり牛さんと思ってやってるわけですよ、すごくね。だからやっぱりそのあたりが、ちゃんとこう伝わ、そのね愛情を持って育てられた牛から出たお乳を加工してパウダーにして、でまたその工場の人たちも、加工する工場の人たちもプライドを持って自信を持って、いい製品だっていうものを我々、取り入れさせてもらってるの でそれをまたね、すでに口当たりがいいちゃんとしたものをさらに飲みやすくするために、今度はまあ僕たちが今度はこの味付けのね加工をするから、逆にね元々の良さがね若干こう消えちゃう部分もあるので、もったいないなと思うのもあるんですけど、それでもやっぱりさらに飲みやすくなるようにっていう風にやってるので、なかなかねその酪農家と工場と、まあ僕らのアイデアとかと、あとその製造工場の苦労がこうミックスされたのが、まあ、Bレジェンドなんで、まあ、なかなかねなんか改めていいもの作ってるなっていうふうに思いますけどね。そうですね、はい。まあ、この視察というか、うん、そのところもやっぱりその視察に行くっていうことで、うん、こういうことが気になりますっていうようなところを、うん、まあ、その作ってる工場さんにお伝えできてるので、うん、その辺はこれから力を入れて、うん、やっていただけると思いますし、うんうん、やっぱりそういう機会が定期的にあることで、こっち側からその、うん、あの生産者側のに、ね、そうですね、まあ、ある意味ちょっとプレッシャーをかけれてるところがあると思うので、うん、だから今回その指摘だったりが、させてもらったところも、うんうん、まあ、ないこともなかったんですけど、うんうんうん、その辺は多分今後、非常にまたさらに品質がいい方へとなっていくというふうには感じましたね。なるほどね、うん、そうか。
わかりました。ありがとうございます。まあちょっといろいろとね、まあ話聞かせてもらいたいんですけれども、またね、いろいろとご紹介できればなと思います。またこう視察行くこともあったらね、そのあたりの動画も出していきたいなと思いますので、ご覧になっていただければと思います。はい、ということで、まあこれでね、終了としたいと思います。動画の方よろしければグッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、また皆さん何か聞きたいことありましたらコメント欄にいただければと思います。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。